はい、こちらこちら。なんだね。ヤメプリとザンプリで構成されたキンプリンじゃん。いるね。そのメンバーでザンプリの永瀬廉じゃん。いるね。あいつ本当に口が軽いよな。そうだね。また言ってはいけないことを言ったんだよ。またなの？キンプリに関する重要なことを言ってしまったんだよ。キンプリに新メンバーが加入することをバラしてしまったのよ。そうなの？メンバー3人が脱退した後に新メンバーを加入させるんだけどさ、なんと新加入のメンバーの名前を言ってしまったんだよ。まずいんじゃない？ついつい少年忍者の豊田陸斗ってバラしてしまったんだよ。少年忍者からキンプリになるのってすごいよな。なんで陸斗だったと思う？クジラはわからない。永瀬廉のお気に入りなんだって。肉体関係もバッチリあるんだぞ。